およそ70年前に作られ、芳賀郡市の名所や文化が歌詞として盛り込まれた芳賀音頭が、真岡市で不動産業を営む男性の手によって奇跡の復活を遂げ、今月から市内にある歴史的な建造物の BGM として流されています。芳賀音頭は今からおよそ70年前に現在の真岡商工会議所が制作しました。真岡市荒町にある当時料亭だった金霊荘、現在の岡部記念館で録音を行いレコード化されました。10番まである歌の歌詞は旧塩原村、現在の那須塩原市出身で野口雨情を師とする詩人の泉陽太郎が手掛け、作曲は洋画家の青木茂と芳賀町の福田種を両親に持つ音楽家の福田蘭道が担当しました。しかしかつて宴会の場などで親しまれていた歌はいつしか忘れられてしまい、もう一度聞くには音源を探すしかありませんでした。芳賀音頭を復活させた市内で不動産業を営む助川光一さんです。助川さんは20年以上前に仕事で付き合いがあった金霊荘の最後の主人、故岡部愛子さんからレコードの存在を聞き見つけることを約束。そして7年前に作詞した泉の生家である那須塩原市の旅館に唯一のレコードが残っていることを突き止め、今年7月に譲り受けました。助川さんは真岡市が市政70周年の記念事業を募っていることを知り、たくさんの人に聞いてもらおうとレコードが誕生した場所で BGM として流すことを提案。長年探し続けた芳賀音頭は奇跡の復活を遂げ、多くの人が食事に訪れた金霊荘が賑やかだった時代を思い起こさせています。愛子さんが生前生きてるうちに聞かせてあげたかったんですけど、それはできなかったんで、これは残念なんですけど、でも今市の文化課の歌詞をはじめ皆さんのおかげでですね、泉旅館の皆さんのおかげでここにレコードが寄贈されまして、一般の人が入ってきた時にセンサーで音楽が流れるようになりましたので、私も約束が果たせたのかなと安心してる次第です。岡部さんは8年ほど前に亡くなってしまいましたが、助川さんは墓前で約束を果たせたことを報告するということです。今後はこれからの若い人のですね、曲調に合わせてジャズっぽくしてみたり、音程を変えてみたり、多少そういったことをやりながらですね、市民に、口ずさんでもらえるような歌になっていけば